たいなことパカパカ書かれてて、つまらんやつに対しては辛辣に書かれてて書かれるやん。そんなのずっとくぐり抜けてきてるからさ、全然気にならねえのよ。逆にその何あのなんかちょっと、ね、攻撃的な書き込みされて、それで精神病みましたって言って活動休止しちゃう子とかいるやん、うん。でまあ日本というかまあ日本だけでもないんやけど、全体的にいやそういうコメントを書かないよ、平和な世の中を作りましょうみたいな流れがあるんだけど、無理なんだよね、うん。どっちかっていうと体制をつけるあの教育をした方がいいんじゃないのって俺は思う。高いたところで、だから具体的じゃない、うん、それこそつまらないとかそんなこと書かれてもさ、もはや俺の心ってそんな傷つくことねえのよ。いや具体的に心のところがつまらないとか書かれたらそうだよなとかなんか思うところもあるけどさ、単純につまらないって言われたらそれはあなたの感想ですよね、まさにそれなんだよな、うん、感想だから、ね、まあしゃあないわな、合わん人に合わんと思うし、別にうち万人受けするチャンネルと思って作ってねえからそりゃそうだよなって、うん、うちがターゲット層にしてるところってちゃんと話したことないと思うんだよ、他の動画とかで、うん、実はインテリジェンス層ぐらいではあるんですよ、うちの動画って。その何て言ったらいいの、インテリジェンスって言ってもあの何て言ったらいいのかな、まあ知り合いでね、知ってるやつね、そういうまあいわゆるおい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 まあいわゆる天才って呼ばれるような人たちがおるやん。でまあうち幸いなことに高校とか中学校の時にまあ周りにが天才みたいなやつがいたのよ。でいろんなそういうやつの動画とか調べとった時に、天才って呼ばれてる人たちの中にも2つのパターンがあるってことに気がついて、まあいわゆる東大に行くようなレベルの人たちには2つのパターンがある。8割方の人たちは東大に行くよって言って行く、8割方の人はめちゃくちゃ勉強する人たち、頑張ってめちゃくちゃ勉強していい大学に行っていい就職先についていい暮らしをしたいからめちゃくちゃ頑張ろうって言って頑張る人たち、国公務員になりたいからエリートコースに乗りたいって言って頑張る人たちだよね、うん、そういう人たちってもう本当にもう死に物狂いで勉強するやん、深夜夜の10時とか11時とかまでさ塾に行って、で夏休みは全部塾の合宿行ってとか、うん、24時間勉強つけっていう感じでやって頑張って東大合格つかんだぞとかっていう、国公立合格したぞっていう人たちが8割だよ、8割か9割かもしれん。ただ1割ぐらいの人たちっていうのはそこまでも考えてない、いわゆる趣味勉強の人たちっていう層がいることに気がついて、あの特に高校行った時には、あのそういう人たちっていうのはどういうことかっていうと、勉強するのが楽しい、正確に言うと知らないことを知るっていうこと、知的要求を満たすっていうのがめちゃくちゃ好きだ、だから、俺の後輩で一人だからそういうやつをって相談されたことがあるよ、ちょっとうちの親に困ってるんです、どうしたって、別に勉強もできるしな、もう数学なんて100点取るのが当たり前みたいなさ、何やどうしたって、お前の親に困るんやって、別になんか困っとるような感じもないけど、いや聞いてくださいよ、うちの親って勉強止めないんですよ意味が分からない、まず意味が分からないと思うけど、どういうことって言う、だから勉強止めないです、勉強やめなさいって言わないんですよ、まあ普通の親はそうだろうなと思いながら、これが天才の思考だからなガチの天才ってのはこういうやつなんだなと思ったんだよ。結局どういうことかっていうと、そいつにとって勉強っていうのはもうただの快楽なんだよ、楽しいこと、だから俺たちはゲームをするのが楽しいやん、で勉強はいや、ゲームしたいやんじゃなくて、ゲームするぐらいだと勉強した方が楽しいじゃん、だから勉強楽しいからずっと勉強できちゃうんだもんね、
だから5時間でも6時間でもいくらでも勉強はできる。だって楽しいの、うん、だから皆さん俺たちが6時間7時間ゲームやってていい放置される感じなんだ。やっててもやってても親が止めないからついついやっちゃうから、うん、終わりどっかでいいんすよ。だから普通の親だったらちゃんとそんなやりすぎやって怒るじゃないですか。いや勉強やっとってこれやっとと思うけどと思いながら、やけど結局だからそんな感じで飛ばなくなるから、そんな勉強ばっかりしとらんとって、言ってくれやとあれやのに、勉強しとったらそんなに勉強して偉いなって終わっちゃうから、やめときが分かんねえですよって。で結局じゃあプラン立てて運動する時間とかを計画立てて入れるようにして、それ縛りにしたなみたいな感じで言って、まあ、スポーツの部活とかやったりとかして、やってたけど、いう感じだから、勉強するのがもう楽しい、楽しくて仕方ない。だからもうほっといたらいつでも勉強しちゃう、だからびっくりしたのが、もう絶対俺こいつにはかなわんわと思ったのは、そいつ本当数学のテスト100点ばっか取んのよ。そいつの理論言うと、だって数学って公式を当てはめて足し算引き算割り算掛け算するだけですよ。そしたら正解が出ちゃうんですよ。だから100点になっちゃうんですよ、だから100点取れるけど、そんなに大好きってわけではないです、そんなやつかな。ある日98点のテスト取りました。どんな反応したと。普段100点取ってます。まあで、その時のテストは98点でした。まあでも98点って言ったら普通に考えたら高い数字やけどな。どうなったと。なんかその話なんか前聞いたことある気がするんだけど。あ、言ったっけ。なんかまだ自分でも伸びしろがあるなみたいに喜んだでしょ。あ、伸びしろがあるっていうか、まだ自分でも間違える場所があったって言って、めちゃくちゃ喜んだっていう。あ、それ去年聞いたな。言ったっけ。やっと書いて、そういう、まあだからそういうやつらに受けるぐらいの、ところまでピーキーが作ってる。だから意外と話が合う。なぜかね。あとなぜか俺のことを頭がいいと勘違いしました。勝手に頭の中で公式ができた、あの公式当てはめてて、あ、わかりました、ありがとうございます、解けました、さすが山田さん解けた、あ、勝ってもらって、公園とか郊外行ったから、だよね。見にくい。